奉仕活動の実績を操査し物議となった男子作家、元韓国代表チャンヒョンスの事例再発を防ぐため、韓国兵務庁が芸術体育要員に対する関連調査を開始した。キチャンス兵務庁長は先月29日、国会国防委員会国政監査でチャンヒョンスに関連し全面実態調査を実施するとの立場を明らかにしていた。 刑務長はいつか、文化体育観光部と合同で専門チームを構成し、調査を開始した都市、今日から30日までで、必要な場合は延長すると述べた。また、今回の調査は2015年7月1日以後の芸術体育要員制度試行編入者から適用すると説明した。報酬時間や内容、 証拠書類の管理実態、提出期日の遵守可否などを重点的に点検し、疑惑発見時には厳重措置を取る方針だ。芸術体育要員の奉仕活動は芸術体育要員が社会に貢献できる機会を与え、兵役履行の公平性を確保するために義務化している。彼らは4週間の軍事教育召集を終えた後、 義務含む期間の34ヶ月内に社会的脆弱階層や青少年らを対象に合計544時間の特技活用方式活動をしなければならない。規平務庁長は、今後、同様の事例が発生しないよう、制度改善対策を準備する予定と伝えた。